ミラは、ダイハツ工業が1980年から2018年まで、生産、販売していた、ハッチバック型軽自動車のブランド、及び社名である。また、本校では、以下のモデルについても便宜上記述する。初代モデル登場の1980年から、同社のエントリー車種にあたるエッセが登場する2005年頃までは、鈴木アルトと双壁を成していた。その最盛期には、 販売台数を熾烈に争ったことで知られ、1991年には軽自動車としては日本国内通年最多販売台数の286,975台を記録。海外ではクオーレ、シャレードなど別の名前を使用している。またエンジンは 1000cc エンジンを採用している。欧州では初代がハンディバンとして現地販売され、 マレーシアでは3代目がプロデュア・カンチル、5代目がプロデュア・クリサ、6代目がプロデュア・ビバとしてそれぞれ現地、生産されていた。現在では、派生車種のミラ・イースが、かつてのエッセのポジションを担うほか、オリジナルのミラを抑えミラシリーズの筆頭車種となったため、常用モデルは口述の通り MT 専用車種となった。そのため、ミラ・イースやココアといった、派生車種で担えない。 MTE 需要と商用需要は引き続きオリジナルのミラとミラ版でそれぞれ吸収する形となっていたが2018年3月をもって販売を終了した。それに伴い、ダイハツ公式サイトでのミライイースのポジションがミラシリーズからミライイースに単独化していたがミラとコット発売に伴い再びシリーズ名がミラシリーズに変更された。また、 末期の7代目モデルは全高を高くとっておりかつての軽セミトールワゴンに近い位置づけとなっていた。1980年6月販売開始。1970年登場のフェローマックス以来10年ぶりのモデルチェンジとなる。当時の名称はミラクオーレで、物品税のかからないクオーレの商用車バージョンで販売の主力であった。 トランスミッションは4速 MT と EG ドライブの2タイプを用意。エアコンは先代のマックスクオーレまでオプションに設定されてきたダッシュボード吊り下げ式のクーラーを配し、代わってヒーターに組み込めるビルトインタイプをオプション設定する形式に変更された。1982年5月マイナーチェンジ。社名を現在のミラーに変更。フロントグリルのデザインも変更。 二足フル AT を追加。1983年10月グロス値41馬力のターボ車及び四輪駆動の追加。なお、四輪駆動車は全車1インチホイール及び手動式後輪フリーホイールハブ機構を採用しており、ターボ車は全車10インチ用フロントディスクブレーキを採用する。これと同時にドアミラーの装着が全グレードにメーカーオプションとして設定された。 1984年5月ウォークスルー版が追加される。仮想は荒川車体工業。1985年2月10インチアルミホイールおよびフロントディスクブレーキ、エアコン等を特別装備した特別使用者ミラ・パルコを発売。旧セゾングループのパルコとのコラボで全国11カ所のパルコ店舗でも実車の展示、販売を行ったり、 パルコの情報誌などでも広告展開するなどのキャンペーンを行った。1985年5月上記のミラ・パルコ同様、10インチアルミホイールおよびフロントディスクブレーキ、エアコン等を特別装備した最後の特別使用車、ミラキャトレを発売。1985年8月フルモデルチェンジ。新開発の e b 型3気筒エンジンを搭載。AT 仕様の一部グレードでは、 コラムシフトを採用し、サイドウォークスルーが可能なようになっていた。後に、一般的なフロアシフトに改める。ターボ車は、前期型は、当時最強であった、三菱、ミニカを10馬力も上回るグロス52馬力。後期型は、ネット50馬力で、ターボ TR に設定された2速 AT は、軽自動車発のロックアップ付け AT を採用した。 先代モデルに引き続きセゾングループのパルコとのコラボも展開された。1985年11月エアロパーツを標準装備した初代 TRXX 登場。阪神タイガースにリーグ制発の日本一達成の優勝記念車としてタイガースミラを限定発売。1986年1月後ドア版車追加。1986年8月一部改良。 C タイプにディスクブレーキと12インチラジアルタイヤを標準装備した。1987年8月マイナーチェンジ。フェイスリフト並びにターボ TRXX に AT 車追加。ターボ TR にはトリップメーターが標準装備。これに伴いターボ付けエンジンのターボチャージャーは油冷式から水冷式に変更される。1987年9月姉妹車のクオーレと 共に、ダイハツ創立80周年を記念して、エアコン付特別限定車、固定80が発売される。1987年10月ティアフルタイム4輪駆動車を追加。1988年3月パルコとのコラボレーションにより、新しく特別使用車でお買い得価格のミラパルコを追加。ロゴ入りのサイドストライプ。 オリジナルのシート表皮を使ったパルコシートをはじめとして、エアコン、パワーステアリング、パワーウィンドウ、サンルーフ、オートリバースカセットデッキ、4スピーカー、AT など、当時の軽自動車には、不要と考えられていた豪華装備車も登場した。同時期に、TRXX をベースにサンルーフやパワーウィンドウなどを装備した、TRXX ムーンリューフリミテッドを追加。 1988年10月 EFI ターボ車が64馬力に馬力アップ。3ドアバシ C タイプは S タイプに解消。電動パワーステアリングを装備、3速 AT を追加。1989年4月1日物品税が廃止され、代わりに消費税が導入。常用モデルのクオレがミラセダンに解消。同時に商用モデルは ミラバンに解消となった。1990年最後の特別使用車ミラパルコ90を発売。3代目ミラ発売のタイミングで、軽自動車の規格変更が行われ、排気量を 550cc から 660cc に全長が1 0センチ拡大された。他社ライバルがマイナーチェンジで対応する中、フルモデルチェンジにて発売された。 日本国内向けの車種で初めてサイドインパクトビームを全車に標準装備したのがこの三代目ミラである軽自動車初となる 4WS 機構やリアブレーキのみのロック防止機構アンチスピンブレーキシステムを搭載したグレードも設定されたターボである TRXX シリーズは5ナンバーセダンと4ナンバーンに設定されていた 4ナンバーは6バルブキャブレター 61PS。5ナンバーは12バルブ EFI64PS と、エンジンの仕様が異なり、4ナンバーは3弦触媒もつかない。ノンターボ車は6バルブキャブレター 40PS 仕様。5ナンバーセダンの上級グレードには12バルブキャブレター、50PS 仕様も用意された。後期モデルからは、RV ブームを意識し、車高を上げ、ルーフレールと、 背面スペアタイヤ、フロントグリルガードを装備したクロスオーバーモデル RV-4 も追加された。後期モデル途中からフロントグリル、リアゲート、バンパーを独自造形とし装備を充実させたミラモデルのという派生モデルも登場した。なお、クオーレの名称は現在でも輸出用に使用されており、マレーシアのプログアではカンチルの名で、 国民車として2009年まで生産された。1990年3月フルモデルチェンジ。サンドアバニにシータ、A、B、J タイプ PTRXX、TRXX リミテッド3サンドアセダン B、J タイプ P、J タイプ Q、J-4WD タイプ P、パジ TR-4EFI、TRXXEFI、TRXXEFI リミテッド e を、 ドアセダン B、J タイプ P、J タイプ Q、J-4WD タイプ P、J-4WD タイプ Q、グランリミテッド1990年9月初の特別使用者である3ドアセダンのルージュを発売。5ドアセダンに J ターボ EFI を追加。バンの TRXX リミテッドにパワーステアリングを装備。1990年11月3ドアターボ車に フルタイム四輪駆動の X4 を追加。サンドアセダンのパジオ、エアコン、パワーステアリングを標準装備としパジ S に、名称変更。TR-4 を追加。1991年2月モータースポーツベース車の X4R を追加。発売11周年記念車として、固定式、ガラスサンルーフを持つサンドアセダンイレブン1 a e エアコン標準装備の TR。 XX11th e l AE を発売。1991年5月セダン TR-XX の AT が四速化される。既存 TR-XX の装備をグレードアップの上、TR-XX はワンツアートと解消。1991年6月サンドアセダンに J ターボを追加。特別限定車としてパルコシリーズを発売。1991年9月一部改良。 J シリーズのドアトリムをフルトリム化し、シートカラーを黒主体からグレー主体に変更。55PS の自然吸気 EFI エンジン搭載車および4速 AT 設定の5ドアセダン。廉価グレードの B はパワーステアリングとカラードバンパーが追加され、ピットに解消。バンのとにシーターに12インチラジアルタイヤとフロントディスクブレーキを標準装備。 J-4WD に 55PS の EFI エンジンを搭載した3速 AT 車が追加されフルタイム化。セダン TRXX リミテッドは TRXX アバンツアート R に解消。ノンターボの TR-4 が消滅。TR-4EFI の装備を充実させ TRXX4WS に解消。百九十一年十一月特別使用者として パルコシリーズを発売。内訳は、ラジオアンテナをルーフに装着。新デザインのストライプとフロントエンブレムと、シートデザインカラードホイールキャップと、パルコロゴ入りのメッシュタイプのアルミホイールが選択できた。55PSEFI エンジン、4速 AT 搭載車も設定され、サンドアセダンには、電動キャンバストップ仕様も選択できた。1992年8月マイナーチェンジ。 前後フェイスリフトと内装を変更。サンドアターボに RV-4 追加。X4 をベースに最低地上高を上げ、大型バンパーガードや、アンダーガード、背面スペアタイヤ、ルーフレール等を装備し RV 風のルックスとした。ターボ車の AT は、全車4速化。パルコシリーズ終了に伴い、サンドアセダンに 55PSEFI エンジン、4速。 AT を搭載した SI を追加。J シリーズに6バルブ 42PS、EFI エンジン搭載車の J タイプ S を追加。5ドア車のパワーウィンドが前後席に対応。セダンのパジおよび版の TRXX は消滅。1993年1月内外装を高級化した派生モデル、ミラモデルのを追加。全グレードノンターボで 55PS モデルと42。 PS モデルが用意される。各し快適装備の他に G グレードには軽自動車発となる電動格納式ドアミラーも標準装備される。専用の丸みを帯びたナンバープレート付きテールゲートに変えられている。1993年9月一部改良。車種体制の見直しで TRXX4WSSI グランを廃止。J シリーズは タイプ9と 4WDJ ターボに統一。デカール類の簡略化。モデルのシリーズのバンパーをフルカラー同化。サンドアシャのリアシート窓が固定式に変更。シート生地の変更。室内色を全車ブラックに統一。エアコンの代替フロン化。1994年1月モデル末期のお買い得仕様、ピコ発売。 1994年8月生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1994年9月4代目と入れ替わって、販売終了。ミラ X4R、編集当時全日本ラリー選手権で無敗を、誇っていた、アルトワークスの画像を崩すために X4 をベースに、開発されたラリー使用者、X4R を1991年1月31日に、 販売開始。当時のラリーの規定では、エンジン、トランスミッション、マフラーの変更及び改造が禁止されていたため、それらを重点的に強化。エンジン形式こそ、X4 と共通の EFJL 型だが、単造クランクシャフト及びフライホイールの採用、EFI コンピュータの変更などで、ファインチューニング、スパークプラグの熱カバン数を上げるとともに、 エキゾーストパイプの小道を大型化することにより、高回転域での性能を向上させている。また、パワートレインに関してもトランスミッションをクロースレシオ化し、LSD を装備する。ラリーユースを前提とするため、X4 から装備を大幅に簡素化させ、外装は標準のミラと共通、ユーザーによる感想を前提としているため、シートは標準仕様、タイヤもバイアスタイヤである。 発表後直ちに全日本ラリー選手権に投入。1991年はシリーズ2から4位に止まったが、翌年、堀田のりゆきにより A クラスのチャンピオンマシンとなった。X4R は月版10台の受注生産で行われ、車両価格は129万8千円であった。1994年9月フルモデルチェンジ。このモデルでは、大発の軽自動車としては、 初となる4気筒 DOHC16 バルブエンジン JB シリーズがラインアップされた。スタイルはこれまでとは異なり、やや丸みを帯びた外観となった。TRXX は登場初期こそ販売は好調であったが、1年後に同社から発売された軽トールワゴンのムーブに人気が集中し、苦戦を強いられる。次期モデルには、 ターボモデルは存在するが、結果的に TRXX シリーズは、この台で幕を閉じることになる。ただ、唯一4気筒エンジンを搭載する L502K ミラは、スポーツ性能が非常に高く、ダイハツチャレンジカップでは、製造から10年以上経過する車両であっても常に、上位を占める車種の一つであった。初代モデルより継続してラインナップされた、ウォークスルー版は4代目に、 安全装備として、ミラシリーズ初の ABS が設定され、マイナーチェンジにより、エアバッグの設定車種が加わった。またフルラップ全面衝突時速 40km での安全性もクリアしている。1995年10月一旦消滅した派生モデル、ミラモデルノが復活。モデルノは、先代モデルのキープコンセプトといえるリアビューになった。エンジンは、 全車 DOHC4 バルブで3気筒12バルブ、4気筒16バルブの2種類。ミラモデルの追加で既存グレードは見直され、なし用は廉価版のみに整理された。1996年5月モデルののみ、マイナーチェンジ。1997年5月マイナーチェンジ。スポーティバングレードと版を除き、標準車はミラモデルのに統合。版。 およびセダンの3気筒最小シーエンジン搭載車を除く、全車にマルチリフレクター式ヘッドランプが標準装備。4気筒エンジン搭載車はターボのみとなる。1997年8月26日後のミラジーノの源流となるミラクラシックを追加。デトロ調の5ドアセダンで、標準車をベースにヘッドランプとテールランプを丸型化、バンパー、ホイールキャップ、ドアミラー、 アウタードアハンドルをメッキ化。ライトブラウンで統一したインテリアと、イタリアモ模車製のウッドステアリングホイールを装備。40馬力と55馬力の名、仕様と64馬力のターボ仕様がある。1998年1月6日、モデル末期の特別仕様として、モデルのオーベースにサンリオとのコラボレーションで、ハローキティデザインのフロントエンブレム、ホイールキャップ、メーター、 シート表皮などを採用するとともに、軽自動車発の MD チューナーデッキを特別装備した、ハロー機器バージョンを追加。1998年9月生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1998年10月新企画に対応した5代目と、バトンタッチして、販売終了。ミラ TRXX ワバンツート X4、X2。 編集3代目にも設定されていたラリー使用者を4代目にも設定。JBJL 型エンジン搭載の4輪駆動車で RTR-XX Avantart R4 をベースにラリーユースを前提とした装備の簡略化加え、JBJL 型エンジンはアルミ製炭造ピストンの採用、燃料ポンプの流量アップ、高熱化スパークプラグの採用、 タービンの高回転対応インペラの採用など、ファインチューニング。トランスミッションは、クロース化され、サスペンションも強化品が装着され、1994年11月に、販売開始。車両価格は120万円。翌1995年11月には、全日本ラリー選手権、第2部門をターゲットとした、全輪駆動の競技専用車、 TRXX はバンツート X2 を販売開始。TRXX はバンツート R をベースとし、エンジンは X4 と同じファインチューニングを施され、トランスミッションを専用に、クロース化、サスペンションに強化品を装着、装備の簡略化など、X4 と同等の変更がなされた。車両価格は108万円。1998年10月6日。 軽自動車の規格改正に伴い、フルモデルチェンジ。エンジンは、e、EFSE 型自家動式、サイチェシー、DVVT 可変バルブタイミング機構付け EF、ベイ型 DOHC、インタークーラーターボ EF、デッド型 DOHC のいずれも3気筒のみが、用意された。変速機は 3AT、4AT、5MT、CVT。この台から、リアサスペンションの形式が、 それまで使われていたセミトレーリングアーム式独立喧嘩よび5リンクコイル式車軸喧嘩からそれぞれ新開発のリアサスペンションへ変更された。また、ホイールの PCD が従来の1 1 0 0トルから一般的な1 0 0 0トルへと変更された。また、安全性の向上が図られ、衝突安全ボディ、タフ、デュアルエアバッグ、ABS、ブレーキアシスト、 dvs など安全装備が向上された。輸出仕様は、ストーリア用の1 c c エンジンを搭載してクオレ、またはシャレードが使用されていた。このモデルは日本ではエクステリアをミラジーノにした、ミラジーノ1で二千二年八月に発売となった。海外生産モデルでは、二千年からパキスタンで製造開始されたクオレで八百五十 c c エンジンを搭載したモデルが、二千一年から、 マレーシアのプロドゥアでクリサメイで生産されたモデルは内外装に手を加えてた上で 1000cc のエンジンを搭載したものが生産されている。1999年3月派生車種でミラクラシックの後継でモデルのと統合したミラの追加グレードとしてミラジーの登場。1999年11月マイナーチェンジ。TR-TX-CX に メッキドアウターハンドルを標準装備し、ABS、TCS 横滑り制御機能を複合させ、雨や雪道などの滑りやすい路面でも安全な走行を可能にする DVS をオプション設定に追加。セダン全車にパワーウィンドウやチャイルドシート固定機構付けるや三点式、L アシートベルトを採用。また、TR には7本スポークデザインの14インチアルミホイールも、 標準装備された。バンは全車にパワーステアリングが採用され、TA スペシャルには室内空間を向上するため、フリファブリックシートを採用した。同時にグレード体系が見直され、5ドアモデルのターボ車、CR が販売不振のため廃止。2000年5月シリーズ、日本国内累計販売400万台達成。17日にはピコをベースに 2DCD。 MDAM、FM MD オーディオフロントスピーカー、メッキ電動格納ドアミラーを装備した特別使用車ピコメモリアルエディションを発売。2000年10月4日、マイナーチェンジ。衝突安全ボディ、タフの性能を向上するとともに、乗員に優しい安全インテリア、ソフィーを採用。MT 車には、クラッチスタートシステムを追加した。このかフロントバンパーグリル。 リアコンビランプライセンスガーニッシュのデザインを変更。サンドアセガンのターボ車 TR が廃止され、ターボ車はミラジーノのみの設定となった。ジーノと住み分けのためミラは実用版中心のグレードとなり、同時に内外装を充実した特別使用車、ピコを追加した。2001年10月3日一部改良。独自の排出ガス浄化触媒、トッパーズ触媒を採用し、 浄化性能を飛躍的に向上させたことにより EF b 型エンジン搭載の全輪駆動車は超低排出ガス認定を取得。このほかデュアル SRS エアバッグの改良や内装のリファイン、サンドア CVT 車の TB では ABS やキーレスエントリーを追加。また、シングレードとしてセダンにはタカラとのコラボレーションにより専用スポーツシート表皮 二ンオーディオ、スポーツステアリングホイール、スモークドアガラス、電波式キーレスエントリーを装備した、リカウィズハッピーパッピー、パワードアロックキーレスエントリー、室内フルトリムなどを装備した新3ドアレンカグレード、トルコリラの2グレードを、バンに運転席、SRS エアバッグを搭載した超、低排出ガス認定グレード、TU を追加。これに伴い3ドア、TD および5ドア、 CX の CVT 車が廃止される。2002年11月生産終了。在庫対応分のみの販売となる。2002年12月6代目と入れ替わって販売終了。フルモデルチェンジ。同時に国内専用車のミラービを同時ラインアップ。ただし G のはそのまま継続発売された。エンジンは EFSE 型、EFV 型、 e f デッド型のほか、軽自動車発の直接噴射式エンジン EF、VD 型も追加され、これに新開発、ダイハツストップゴーシステムを組み合わせることにより、さらにアビには、横滑り制御、ABS、トラクションコントロールを統合制御する DVS2 がオプション用意された。2003年9月2日アビ、X をベースに、ディスチャージヘッドランプ、フォグランプ、 専用ファブリックシートなどを採用した特別使用車、アビ X リミテッドを発売。2004年5月6日、X をベースに専用シートドアトリム表皮、ウッドパネル、オートエアコン、タコメーター付け2眼、メーター、14インチアルミホイール等を装備した特別使用車、アビマイセレクションを発売。2004年10月4日、特別使用車、L ルリミテッド。 アビエルセレクションを発売。前車は、ミラ、L をベースに、CD オーディオ、スモークドガラス、ベージュの専用シート表皮などを採用し、機能を充実しながら、価格を抑えた。後車は、ミラービ、L をベースに、オートエアコンや、運転席、バニティミラーなどを装備し、内装の機能面を強化した。2005年8月29日マイナーチェンジ。内外装のリフレッシュを行い、 フロント周りを一新。内装は、ベージュカラーを採用し明るい色調になった。パワーウィンドウスイッチの位置変更を行い、急温天井を採用した。アビは、フォグランプを標準装備化した。世代系の通常モデルは3ドアの直噴エンジンモデル、V を除き EFSE 型サイチェシー3、気筒エンジンに統一された。同時に、福祉車両、フレンドマチックシリーズの新車種として、 軽自動車で初めて車椅子ごと運転席に乗り込める自走式福祉車両専用車ミラセルフマチックを発表本仕様は保安仕様に適合した専用の車椅子と自動乗り込み装置の採用により専用車椅子ごと運転席への乗車を可能にし車椅子から運転席への異常や車椅子積み込みの負担を解消した自動乗り込み装置の操作はリモコンで 操作できるようになっており、1回目のリモコン操作で装置を乗車位置まで加工した状態にし、専用車椅子を装置のユニット中央位置まで交代させ、セット。2回目のリモコン操作で装置が上昇。同時に専用車椅子の前後輪も上昇し、運転席位置まで自動で回転。位置に着いたら手動で、外側車輪を後方へ移動させるだけで乗車が完了する。また、ドアは、 約90度まで開くようにし、コンパクトな自動乗り込み装置により、ベース車と同等の乗員人数を確保。運転補助装置は障害の程度や状態に合わせて、選択、装着可能である。2006年11月生産終了。在庫対応分のみの販売となる。なお、7代目へのモデルチェンジ後もしばらく在庫だけで、 販売されていたが2009年8月をもって販売を終了した。2006年12月18日フルモデルチェンジ。通常モデルとミラービンの後継となる上級モデルで日本国内専用車のミラカスタムの2種類をラインアップ。商用モデルの番を除き3ドアモデルは廃止された。目標月間販売台数は6000台と発表されている。 車高が先代よりも約 40mm 高くなり、ボディサイズはかつて同社で生産されていた、K セミトールワゴンの MAX に近いものとなった。ただし社名ロゴの、ミラはこのモデル以降ミライスでもそのまま使われるようになった。エンジンはすでにエッセ、ムーブで採用されている、DVVT 可変バルブタイミング機構付け KF、米型 DOHC12 バルブエンジン。 インタークーラーターボ付け KF デッド型 DOHC12 バルブエンジンを搭載。変速機は従来からの4速 AT、3速 AT、5速 MT に加えてソニカとムーブで採用されている新開発の CVT が追加された。また、標準モデルの X リミテッドスマートドライブパッケージはダイハツアイドルストップシステムを備え、 燃費 27.0kmL を実現。ミラカスタムのみ、リアシートにヘッドレストを標準装備。2007年3月末初代デビューの1980年から、ここまでレジーノを含めた、国内生産台数が2891,081台となる。2007年7月カスタム RS について、約2,050台に、形式指定とは異なる小形のブレーキディスクの、 装着が判明し、一時出荷停止。形式指定取得の際、申請した、使用書の記載ミスが原因であった。国土交通省は同月付けで、業務改善命令を出した。2007年8月20日創立100周年を記念し、CVT 仕様に、ABS、ブラウン系のシート表皮&、センタークラスター、タコメーター、瞬間燃費系、キーレスエントリー、 スモークドガラス、電動格納式、カラードドアミラーなどを装備した特別使用車、メモリアルエディションを発売。2007年11月9日、L をベースに、電動格納式、カラードドアミラー、スモークドガラス、メッキグリル、ブラウンのシートを採用しながらも、価格を抑えた特別使用車、L セレクションを発売。 2007年11月21日2007から2008日本カーオブザイヤーのベストバリュー賞を受賞。2007年12月10日6代目を継続販売していたバンがフルモデルチェンジ。このバンは2007年では非常に珍しかったアナログ式オドメーターと指針式水温計仕様でもあった。7代目の新プラットフォームをベースにバン専用に3度赤。エンジンは 全車系 FB 型を採用し、燃費性能を向上。運転席、助手席デュアル SRS エアバッグを全車標準装備、した。前述のアナログ式オドメーターと、指針水温計は廃止され、セダンとほぼ同等のメーターパネルとなる。グレード体系は、トルコリーラと TX の2グレードで、TX は、セキュリティアラームを追加装備した。2008年2月には、 バン CNG 車もモデルチェンジした。なおこの一連のバンのサンドアは2017年、現在の全輪駆動系自動車唯一のものとなる。2008年12月17日一部改良。ボディカラーにシャイニングレッドを追加。エンジンスタートのプッシュボタンを含む、アドバンスオペレーションパックがオプション廃止される。カスタム RS に設定されていた、VSC、レーダークルーズコントロールを含む、 ドライビングアシストパックもオプション廃止される。廉価グレードの装備が見直され、カスタム L は CVT や ABS、フルオートエアコンを標準装備化。カスタム X はアルミホイールのデザインを変更。標準タイプのミラーは特別使用者の L セレクションとメモリアルエディションを廃止し、フルモデルチェンジ当初のグレード体系に戻す。2009年4月20日特別使用者。 X Limited ER 発売。ER とは、エコノミーリーズナブルの頭文字を取ったもので、環境に優しく、それでいてお買い得なグレードというものが集約されている。具体的には、CVT 仕様の X Limited をベースに、運転席、シートリフター、チルトステアリング、アジャスタブルショルダーベルトアンカー等の快適装備が、プラスされている。2009年9月1日、 L と同価格帯でありながら、3眼メーター、瞬間燃費系、キーレスエントリーなどを装備し、機能を充実したシングレード、X スペシャルを追加。4AT のみの設定となる。2010年4月1日一部改良。標準車は、X スペシャルを廃止し、L は MT のみに、X は CVT に変更。X リミテッドスマート、ドライブパッケージは、 G スマートドライブパッケージに改名。カスタムは、レンカグレードの L を廃し、バンは、トルコリラと入れ替えで、TX スペシャルを追加するとともに、AT 車は4速 AT に変更。また、平成17、2010年4月20日、富士重工業へ、プレオとして、OEM 供給を開始。2011年7月19日一部改良。四輪駆動 CVT 車に、 第2世代 KF エンジンを搭載したことで燃費性能を向上。これにより平成22年度燃費基準プラス25%を達成。また、トランスミッション、駆動方式を問わず車両本体価格を100万円以下に設定した廉価グレード X スペシャルを追加。このほか、ABS を全車標準装備化するとともに X の CVT 車、 X リミテッドには平均燃費系をカスタム X は皮巻き、ステアリングホイールをそれぞれ標準装備した。なお、グレード体系の見直しを行い、5MT 専用グレードの L を X に統合し、G スマートドライブパッケージとカスタム RS を廃止。バンもグレード体系を TX のみに集約し、AT 車に代わって、 インパネセンターシフトを採用した CVT 車を追加。一眼メーターを新デザインに変更した。2011年12月ボディカラーのオフホワイトを廃止し、ホワイトを5年ぶりに復活させた。2013年2月26日仕様変更。常用モデルの AT 車は、初代ミライースへの統合に伴い、X スペシャルの後 MT 車のみのモノグレード体系に集約され、 ボディカラー、パールホワイト3と X、カスタムに装着されていた、タコメーター、電動格納式、ドアミラーを廃止。ミラという社名で 5MT のみのラインナップは、初となる。合わせて、これまで、期待用だった、JC08 モード燃費に対応し、X スペシャルの前輪駆動、5MT 車は、平成27年度燃費基準プラス10%、X スペシャルの4輪、駆動、 MT 車とン TX は平成27年度燃費基準をそれぞれ達成した。なお、この時点ではダイハツの乗用車で唯一の MT 設定であった。2014年6月ボディカラーのシャンパンゴールドメタリックと入れ替えでかつてカスタム専用色で設定されていたプラムブラウンクリスタルマイカを復活させた。2015年8月このモデルの 累計販売台数が35万1023台となる。2018年2月衝突安全基準の強化に伴い、ミラ・ミラバンともに生産終了、在庫限りの販売となる。2018年3月2日、OEM 姉妹社のプレオが販売終了。2018年3月30日、ミラ・ミラバンともに販売終了に伴い、ホームページへの掲載が終了した。 イースやココア等の派生モデルを除いたミラは7代38年の歴史に幕を閉じた。これによりダイハツのラインナップから軽ボンネット版が姿を消した。同時に派生モデルのココアの販売も終了したため、ダイハツ公式サイトでのミライースのシリーズ名がミラシリーズからミライースに一旦変更。なお、ミラ版の事実上の後継車種は既存のミライースのグレードび ハイゼットキャディとなる。2018年6月25日、ミライースの派生車種として、ミラとコットが発売され、ミライースのシリーズ名が再び、ミラシリーズに変更された。2019年2月8日に代目タント用から、発売を開始した後付け安全装置、つくつく防止に7代目ミラ用を追加し発売された。本装置は、ソナーセンサー、コントローラー、 インジケーターなどで構成されており、ペダルを踏み間違えた際などに起きる急発進を抑制することが可能である。7代目ミラ用は常用モデルの 2WDCVT 車に装着可能だが、クルーズコントロールシステム搭載車やアイドリングストップシステム搭載車は装着不可となるので注意が必要である。ありがとうございます。